本日は朝日健太郎、朝日健太郎のために大勢の方がこの暑い中お越しいただきまして本当にありがとうございます。ただいまから朝日健太郎街頭演説会の開催をさせていただきます。よろしくお願いいたします。はじめにこの度全国比例から立候補している候補者をご紹介いたします。河村健一候補でございます。よろしくお願いいたします。全国から立候補いたしております。続きまして本日出席されている国会議員の皆様をご紹介いたします。東京1区山田美希代議士、東京2区地元の辻清人代議士です。東京10区鈴木隼人代議士でございます。東京13区岸田新代議士でございます。本日は応援ありがとうございます。そして参議院議員和田正宗参議院議員でございます。よろしくお願いいたします。それでは本日朝日健太郎選対本部長衆議院議員平沢勝恵先生にまず皆様にお伝えをさせていただきます。よろしくお願いいたします。皆さんありがとうございます。葛飾区と江戸川区の選出の衆議院議員の平沢勝恵でございます。炎天下の中こうして集まっていただいたお一人お一人の皆様に心からお礼を申し上げたいと思います。1週間あと残すのみとなりました今回の選挙戦、皆さん方にはいろんな形で私たちを励まし応援していただいていることに心からお礼を申し上げたいと思います。そして平素私ども自由民主党に対しまして温かいご激励を賜りまして心からお礼申し上げたいと思います。自由民主党昭和30年に設立されて以来ほとんどの間政権を担ってきたわけでございます。その間もちろん問題もありました。問題は謙虚に反省し、しかし今日の繁栄とそして今日のこの国力をつけてきたのは自民党が頑張ったからというより自民党を応援してくださる皆さん方が頑張ったからでありまして心からお礼を申し上げたいと思います。かつて私たちは石原慎太郎さんの3回目の選挙の時にこういうスローガンを使って戦ったんですけどご記憶でしょうか。反省するよ慎太郎、だけどやっぱり慎太郎、このスローガンで戦ったんです。ちょっと公私混同といろいろちょっと問題があったもんですから、しかし慎太郎さんじゃなければ任せられないということでこのスローガンで戦ったんです。今の自民党も同じようなことが言えます。反省するよ自民党、だけどやっぱり自民党なんです。自民党が頑張らないと東京がダメになっちゃうんです。日本がダメになっちゃうんです。どうぞ引き続き皆さん方のご支援を心からお願い申し上げたいと思います。私今皆さん方とかありますと、もう自民党は大丈夫でしょうとか、浅井健太郎さんは大丈夫でしょう、この声を毎日毎日いろんなところで聞いてますけど、とんでもありません。厳しい選挙戦には私たちは戦っているところでございます。浅井健太郎さんも大丈夫では全くありません。まだまだ厳しい山を乗り越えてこの選挙戦戦わなければなりません。どうぞ皆さん方の最後のお力をお貸しください。私たちは今までマスコミの報道で自民党は優勢とか一歩リードとか
いろんなことを捨て勝手に書いた記事を何度となく読みました。そして蓋を開けてみたら、事実は違ってたということを何回も経験しました。もうああいうマスコミの間違いに踊らされてはなりません。信用してはなりません。私たちは毎日毎日皆さん方と肌で接触していて、この選挙は厳しいかどうかということは分かります。この選挙は厳しいです。大変に厳しい選挙になりました。どうぞ皆さん方、あと一歩のもう一度ご支援を心からお願い申し上げたいと思います。今ご案内の通り、いろんな問題があります。外交でもウクライナの問題があります。ロシアの問題があります。そして国内的には賃金分、あるいは物価が上がって賃金がなかなか上がらないというような問題もあります。こうした問題に私たちはしっかりと取り組んでいかなければなりません。これができるのは何とかかんとか言っても自民党しかないんです。どうぞ皆さん、自民党に引き続きのご支援ご協力を心からお願いを申し上げます。繰り返しますけれども、自民党は100点満点ではありません。いろんな問題があります。しかしどうしても自民党に勝つことがなければ自民党で頑張るしかないんです。皆さん方のおかげで今度の選挙を勝たせていただければ安定政権ができます。そして安定政権ができれば、国際的にも日本の総理の、そして日本の大臣の発言力のが大きくなってきます。その意味でもこの選挙は絶対にこの重要な時期だからこそ負けるわけにいきません。どうぞ皆さん方のお力をお貸しください。そして助けてください。皆さん方のご支援を心からお願い申し上げまして、時間が来たから終わりと言われてましたから終わります。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。ありがとうございます。ただいまのお伝えは朝日健太郎選対本部長、平沢勝衆議院議員でございました。そして私も申し遅れました、東京都議会の地元の鈴木純でございます。本日どうぞよろしくお願いいたします。また各地域から市議会議員、市議会議員のお先生方も応援に駆けつけていただいております。本当にありがとうございます。また今日本当に暑いので、皆様ご無理せず、もし気分が悪くなった方いらっしゃいましたら、この青いポロシャツの人間に声をかけていただければと思います。どうか無理せずご清聴いただければと思います。続きまして、自民党東京都連幹事長高島直樹都議会議員に激励をいただきます。よろしくお願いいたします。どうも皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました自民党東京都連幹事長を務めております東京都議会議員高島直樹でございます。今日は自由民主党、そして自民党東京都連がどんなことがあっても当選をしていただきたい、いや当選をしなければならない、朝日健太郎さんのお願いに賛成いたします。後ほど萩生田光一東京都連会長もお見えになると思いますが、ぜひ皆さんのご支援ご協力を心からお願いを申し上げる次第であります。東京オリンピックパラリンピック1年遅れ無観客という史上初めての大会でございました。しかし世界から東京日本の今回のオリンピックパラリンピックは大変素晴らしい高い評価を私どもいただきました。でももっと大事なことは、皆さん世界で2回目のパラリンピックの競技を開催したのはこの東京であります。健常者の方も、そして体の弱い方もスポーツを通して笑顔で日々を送れる、そういう東京を作っていただけるのは朝日健太郎候補しかおりません。後ほどご本人からお話があると思いますが、オリンピック2回出場しております。
まさに日の丸を背負って日本の代表として世界に立ち向かった朝日健太郎候補であります。朝日候補が汗を流し努力をして東京オリンピック・パラリンピック成功いたしました。そして何よりも先ほどからお話をしております障害者のスポーツ振興に大きな足跡を残していただきました。だからこそ自民党東京都連は何としてでも朝日健太郎候補にバッジをつけていただき、さらに東京のため日本のために頑張っていただかなければなりません。残すところあと1週間、どうか皆様方におかれましてはお一人でも多くの方に朝日健太郎を頼むとお声をかけていただきたい。そしてもうすでに各地区で期日前投票もしております。日曜日お忙しい方は近くでぜひ期日前投票に朝日健太郎心からお願いを申し上げ、そして2枚目の投票用紙には全国の地で先ほどご紹介をした各候補のお名前を書いていただきますよう東京都連として心からお願いを申し上げ、ご挨拶に返させていただきます。どうかよろしくお願いをいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ただいまのお伝えは自民党東京都連幹事長高島直樹都議会議員から応援の弁をいただきました。ありがとうございます。続きまして自民党東京都連会長代行参議院議員丸川浜代先生より皆様にお伝えです。よろしくお願いいたします。雷門前朝日健太郎のためにお集まりをいただいた皆様方、本当にありがとうございます。朝日健太郎の応援にお邪魔をいたしました。東京都連会長代行丸川珠代でございます。昨年のちょうど今頃オリンピック・パラリンピック開催に向けてさまざまな感染対策が議論されておりました。この選挙戦が始まる1年ぐらい前には果たして観客を入れるべきなのか否か、あるいは開催そのものをどうするべきなのか、さまざまな議論が行われていたわけでございます。私昨年のちょうどその頃オリンピック・パラリンピック担当大臣として皆様のさまざまな議論のただ中にありました。世界に対して約束したオリンピック・パラリンピックでしたが、国民の皆様方の不安が本当に大きかったと思います。そうした中でオリンピアンである朝日健太郎さんのアスリートとしての思いは私たちに大きな大きな力を与えてくれました。朝日健太郎さんはバレーボール、ビーチバレーボールの代表として2度のオリンピックの出場経験があります。実は朝日さんはその前はずっとバレーボールの代表選手として実に13歳から日の丸を背負ってきた人なんです。人生の多くの時間をかけて日本代表として世界選手権やジュニアオリンピックさまざまな競技に向けて戦いを世界中に繰り広げてきた朝日健太郎さんはまさにこの私たちの国東京オリンピック・パラリンピックでどうやってアスリートの皆様をお迎えすべきか大変な大きな意見をいただきました。それは感染症対策をすれば必ずアスリートを迎えることはできる、世界中に私たちは開催国としてオリンピック・パラリンピックやるということを約束したんだと、アスリートに約束したんだと、それを力を合わせて果たそうじゃないですか。彼のアスリート魂は私たちに火をつけました。あらゆる対策をとって何としてもアスリートを迎える、その思いで皆様にもご協力をお願いいたしました。けれども開催していかがでしたでしょうか。多くの
世界のアスリート関係者から日本でなければあのオリンピックパラリンピックは開催できなかった、東京の皆さん本当にありがとう、多くの感謝と賛辞が寄せられました。まさに朝日さんが命をかけて人生をかけてスポーツを貫いてきた人たちの思いを代弁してくださったからこそ、私たちはあの昨年のオリンピックパラリンピックを実現することができたのです。そしてこれまでにないアスリートファーストのこの暑さ対策や、あるいは食べ物への配慮、感染対策、練習場所の確保、いろんなことで朝日さんにはお力をいただきました。私たちはこの大会を通じて、朝日さんのアドバイスを通じて、何者にも代え難い国際社会との絆を手に入れることができたのです。この絆は今私たちが置かれている国際的な環境の中にあって大変重要なものです。先日もこちらに間もなくおいでになる岸田総理大臣が、日本の総理大臣として初めて NATO の会議に参加をしました。実はヨーロッパの皆さんにとってロシアのウクライナ侵攻は目の前の大問題です。ところが大陸の反対側、私たち日本が直面している北朝鮮や中国やあるいはロシアの問題、どうでしょうか。これからますます私たちはヨーロッパとも世界の国々とも結びつきを強めて、この平和な日本を守っていかなければいけません。朝日さんが海上保安庁を所管する国土交通政務官としても活躍していました。日々国境で私たちの国を守るために頑張っている海上保安庁の皆さんにも朝日さん支援をしたい、こう掲げています。私たちの次世代が朝日さんによって、朝日さんの力によって世界の平和を絆を結び、そして我が国をしっかり守っていけるように、どうかお集まりの皆さん、朝日健太郎、朝日健太郎、朝日健太郎にお力をお与えください。よろしくお願いを申し上げまして、丸から玉よからのお願いといたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ただいまのお伝えは丸川珠代参議院議員からのお伝えでございました。ありがとうございます。それではこの地元東京2区選出の辻清人衆議院議員よりお願いでございます。よろしくお願いいたします。ただいま紹介いただきました衆議院議員の辻清人でございます。雷門前にお集まりの皆さん、こんにちは。暑い中、今日は参加していただきましてありがとうございます。もう間もなく自民党の参議院候補朝日健太郎、そして自民党総裁であり総理大臣の岸田文雄がこの場に参加していますが、暑い中でございますので、どうかお気分が作れない方は近くの青いシャツを着ている方にお声掛けいただいて、もし作れない場合は我々救護に当たります。よろしくお願いします。今日は雷門前、皆様のおかげで大勢の皆さんで賑わっています。これから朝日健太郎を中心に観光客も増やして、外国人留学生も働きたい方は日本に戻っていただいて、日本を前に前に進めることを行ってまいりたいと思います。今お話がありました、総理が先日日本の総理大臣としては初めて NATO の首脳会談に出席をしました。それはなぜか、今ロシアがウクライナを侵攻してから世界は平時から有事に切り替わりました。我々が、日本がこの国を守るためには、日本がロシアやウクライナのことを自分自身のことと考えて、東アジアの平和を同じ価値を共有する国々と連携して守っていかなければなりません。皆さん、この選挙は、この参議院選挙は、どこの政党が皆様の暮らしを、この国を守れるか、どの候補者が皆様の将来を支えられるかの選挙でございます。
そしてその答えは、私は皆さん、自由民主党の朝日健太郎しかいないと私は思いますが、皆さんいかがでございますか。今日は深谷隆先生はじめ、この自民党を挙げて朝日健太郎のお願いをさせていただいております。そして今、たった今ですね、朝日健太郎本人がこの場に到着いたしました。皆様、盛大な拍手でお迎えください。自民党の朝日健太郎、朝日健太郎でございます。どうか皆さん、朝日健太郎、最後の最後まで、7月10日の投票箱が閉まるまで、自民党の朝日健太郎、お願いを申し上げまして、地元の私、衆議院の辻清人からの皆様へのメッセージに返させていただきます。頑張りましょう。よろしくお願いします。ただいまのお訴えは、自民党副幹事長、地元の辻清人衆議院議員からのお訴えでございました。続きまして、自民党東京都連最高顧問、深谷隆先生より皆様にお訴えでございます。よろしくお願いいたします。ただいま、ご紹介賜りました深谷隆でございます。そんな暑い中、大勢の皆様がおいでいただいておりますことを、まずもって高いところからでありますが、心から御礼申し上げます。皆さん、ありがとうございます。私はこの浅草で27歳の時に府会議員になって、国会議員終了するまでほぼ50年政治生活を続けて、10年前に引退したのであります。ですから、この雷門前での演説は、長い長い政治家人生を振り返って大変懐かしく熱く思うものがございます。現職の国会議員の時に何回か大臣をやらせていただきました。その時に一番不思議に思ったのは、参議院の存在であります。衆議院で例えば予算委員会など一日8時間も質問を受け、やっと終わって参議院に行きますと、野党は衆議院と全く同じ質問をし、私たちは全く同じ答弁をするのであります。まるで参議院は衆議院のカーボンコピーのような形になって、一体これでいいのかとしばしば思ったものであります。我が国は大東亜戦争に敗れて7年間 GHQ の支配に置かれました。間接統治、国会はあったけれども GHQ が指図をして政治が決まった。あの今の日本の憲法もマッカーサーが篠原内閣から出されたものをダメだと言って拒否して、国際法も憲法学も知らない若い将校に英文で作らせたものであります。彼らの願いは日本の弱体化だから、憲法は改正しなきゃならないのでありますが、抵抗できなかった。そういう中でたった一つ、我々の先輩が最後まで頑張ったのが任意制度であります。一員制度を言ってた GHQ に対して、衆議院だけではダメだ、参議院も作るべきだ、熱烈に努力をして残したのが参議院議員であります。なぜかといえば、衆議院は4年間の任期だが解散がある、参議院は6年間解散がない。衆議院の誤りをチェックし、そして日本の今と未来を腰を押し抜けて考えてくれる場所、それが参議院であり、様式の府と言われたのであります。ですから、参議院になる人は今の野党のように、まるで普通の衆議院の代議士のような形ではダメなんであります。いろんな分野のベテランがその経験を生かして参加することが最も参議院に必要だと私は思っています。学術協会の世代、学会だとか教育会だとかスポーツ界だとか、それぞれの分野で活躍した
対局を見ることができるようなベテランが3人になることが必要だと私はそう思ってます。そういう意味で参りますよ。朝日健太郎さんはオリンピックの代表と出て世界の皆さんと交流がある。スポーツを通じて若者の教育に熱心だ。こういう人こそ参議院にふさわしいと断言をしてはばからないものであります。私はかつて下町のケネディなどと言われました。しかしその下町のケネディもしっかり年を取って今や87歳。もう萩生田さんだとか辻君だとか後輩の皆さんに任せればいいんだけれども、年を取れば取るほどこの日本が心配でならないんであります。我々の先輩たちが築き上げた日本、続いて頑張ってきた我々の努力、しかし今日本は中国や北朝鮮やロシアに囲まれて本当に明日のウクライナになりかねない。そんなことを思いますと年は取れば取るほど逆に心配で、壊れるままにこのようにお手伝いをいたしているのであります。この参議院の選挙は比較的関心が薄いと言われる。しかしただいま申し上げたように、良識の参議院こそこの大切な日本に最も重要な存在であります。私はこの選挙に、私は老齢であるけれども日本を朝日健太郎に託したいと考えて声をからしているのであります。一言で言わせていただくならば、朝日健太郎こそ参議院のために生まれてきたような男だとそのように思っています。私たちも最後まで頑張ってまいります。どうぞ皆さんも朝日健太郎のために最後まで頑張ってくださいますように心からお願い申し上げてご挨拶といたします。ありがとうございました。ありがとうございました。ただいまのお伝えは元通産大臣、自民党東京都連最高顧問深谷隆先生からのお伝えでございました。ありがとうございます。それでは自民党東京都連会長萩生田光一会長より皆様でお伝えです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました東京都連の会長を務めております経済産業大臣の萩生田光一です。日曜日の暑い中、こうして朝日健太郎頑張れと多くの皆さんが足を止めお集まりいただきましたことを、私の立場からも熱く御礼を申し上げます。今お話をされた深谷隆先生のお地元、そして深谷隆先生が東京都連の会長の時代は、今日この遊説を一生懸命手伝っていただいている青年部の皆さんと同じように、私はこのシャツを着て青年部長を務めてました。仰ぎ見る存在でした。今私がその役が務められるかどうか不安でありますけれども、しかしこの大切な時に東京の奇跡をしっかり守っていかなくてはならない。6年前に皆さんに押し上げていただいた朝日健太郎、この6年間今多くの皆さんからお話があったように着実に成長し、今では参議院になくてはならない存在となりました。私が一つだけ皆さんに報告したいのは、先ほど丸川さんからもお話がありました、オリンピアンの出身者として菅内閣のまさに裏方でオリンピックの成功に向けてさまざまなアドバイスをし、自ら汗をかいていただいたのが皆さん、朝日健太郎さんなんです。大体政治家っていうのは、俺がやりました、私がやりましたってみんな痛がるんです。しかし彼はそんなこと一つも言わずに、静かに裏方でアスリート目線で、こうしたら皆さんが助かる、こうしたら非常愛を持ったパラアスリートの皆さんに勇気を与えることができる、そんなアドバイスを丸川さんや菅総理、そして所管をする当時の文部科学大臣だった私にしっかりと声を上げていただいた、そんな政治家が皆さんの朝日健太郎さんです。この6年間でしっかりと東京の中に存在感を示すことができました。この大切な2期目、どうかこうして集まっていただいた皆さんに残り1週間です、もう一回り大きなご支援をいただいて、
何としても朝日健太郎、朝日健太郎一緒に働かせていただきたいと思います。そのためにも皆さん、さまざまな報道がありますけれども、どうか油断をすることなく最終最後まで皆さんのお力を朝日健太郎へと賜りますことを心からお願いを申し上げたいと思います。結びに一件だけ、この選挙を通じて皆さん、改めて私たち政権与党に力を貸してほしいんです。つい3週間前に新しい衆議院の選挙区が発表されました。また台東区変わるんですね。私の仕事なんか半分に切られちゃう。犬や猫だって今動物愛護法で大切にされてるのに、有権者の皆さんは選挙のたびに違う候補を応援しろ、この選挙制度やっぱりちょっとおかしいと思うんです。一票の格差は大事ですけれども、地方自治体の方がもっと大切になってきたのが戦後70年です。憲法43条にこうあります。国会議員は国民を代表する選挙によって選ばれた衆参によって構成されとあるんです。ここにたった一言、国会議員は国と国民と地域を代表するという言葉を入れましょうよ。憲法を変えていきましょうよ。70年も経った今、新しい日本の形をぜひ皆さん、私たち自由民主党に前に進ませてください。そのためにもこの東京、大切な大切な一議席は朝日健太郎、朝日健太郎、朝日健太郎にどうかお力を貸してくださいますように、東京都連会長として心からお願い申し上げてご挨拶いたします。ありがとうございました。ただいまのお訴えは自民党東京都連会長萩生田光一会長より皆様にお伝えでございました。ありがとうございます。それでは大変お待たせをいたしました。今回のこの参議院議員選挙、東京選挙区から2期目の挑戦をさせていただいております。朝日健太郎、朝日健太郎よりお伝えです。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ご紹介をいただきました参議院議員の朝日健太郎でございます。今日は雷門前をお借りをいたしまして、選挙戦の最後の日曜日、多くの皆さんにお集まりをいただいています。本当にありがとうございます。暑い暑い毎日です。へこたれるかな一瞬思いますけれども、こうやって大勢の皆さんの前で朝日健太郎の声と政策をお届けするこの時間をいただいて本当に嬉しく思っています。先ほどから諸先輩方から大変激励の言葉をいただいております。まさに今我々自民党が、そして朝日健太郎がここ東京選挙区でしっかりと勝って日本の未来を作っていく、その重要な選挙だというものを改めて朝日健太郎痛感をしています。6年前、私はスポーツの世界から政治の世界へチャレンジをいたしました。6年前にお約束をした一つに2020東京大会があります。丸川さんからもお話がありました。この大会を成功させて東京を、そして日本を発展させる起爆剤にさせてほしい、そのようなお約束を6年前にしたんです。残念ながら無観客、1年延期という特殊な大会ではありましたけれども、皆さんのご協力で開催することができた。これをもっともっと我々日本人は、そして東京は誇りを胸に世界にもっともっと発信していかなければならないんです。ただ終わらせてはいけないんです。岸田総理大臣お越しです。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。さあ、岸田文雄総理大臣もお越しになりましたので、朝日健太郎一生懸命お訴えを続けていきたいと思います。その中で大会を開催したことによって、私自身これまで日の丸をつけてアスリートとして世界中で戦ってきました。この東京という街がもう一段階上がる努力をしていかなければなりません。2020東京大会を契機に世界中の人が知ったことがあるんです。日本は治安がいい、食も豊か、そして文化も造形が深い大変豊かな街であるということ、そして世界中がコロナで苦しんでいる時にもかかわらず東京2020大会を開催するだけの感染症対策の水準の高さを証明することができたんです。今世界中の人が東京に関心を持ち、
東京に観光に行きたい、そして東京で学んでみたい、東京でビジネスをしたい、そのような声が多く届いています。今日なぜ私が雷門前を選ばせていただいたのかというと、この2年間この雷門周辺人がゼロになりましたよね。この声が届いている商店の皆さん、本当にご苦労が多かったと思う。今我々は景気対策、経済対策のアクセルを踏まなければならない。その一番の秘訣とポイントとなるのが、まずは観光の皆さんをもう一度日本に呼び戻す、東京を選んでもらう、国内でもしっかりと純流を高めていく、そのような観光をしっかりと浅井健太郎進めていきたいと思います。もっともっと東京の東京を世界から選んでもらえる街にしたいんです。そして何より今回岸田さんがスタートアップの件もご言及をいただきました。実は私も昔はサラリーマンでした。サラリーマンを辞めてプロのアスリートにある意味起業したんです。そうした若い皆さんがチャレンジをできる、さまざまなスタートアップというようなテクノロジーやさまざまな社会課題を解決するような、そうした若い皆さんのチャンスを広げる、このような方針を打ち出してくれたんです。もっともっと日本は、そして東京はチャンスが大変が多い、何度でもやり直せる、そんな社会になっていく、これが経済成長の大きな大きな活力になると思っています。国会では特に若手の国会議員がこのスタートアップをはじめ起業家支援というものに今汗をかいています。これからの日本を考えたときに、この新しい資本主義の中で若い皆さんが社会でチャレンジをできる、そんな未来を浅井健太郎作っていきたいと思っています。そして私浅井健太郎、スポーツオリンピックと並行して6年間国土交通行政に関わってきました。その思いは、ふるさと熊本が2016年大きな地震に遭い、両親も幼なじみも被災をし、その復旧復興に多くの時間を割かれました。災害に強い町づくりというものの必要性を痛感をしています。この声が今届いている東京都にお住まいの皆さん、また関東県全国にお住まいの皆さん、災害からこの日本を守っていく、この仕事を引き続き国会で浅井健太郎に任せていただきたい。災害に強い日本、そして東京を作っていきたい、そのような思いであります。そしてもう一つ、国土交通省は海上保安庁を所管をいたします。海上保安庁というのは我が国の領海を、この秩序を守り、海洋資源を守り、国境の警備に当たってくれています。私がこの6年間国土交通行政の中で一番のこのやっぱり思いを強くしたのは、海上保安庁の皆さんが特にこの尖閣諸島周辺で国境警備に当たってくれていることなんです。連日中国の船が我々の領海に乗り込んできている、言い換えれば隣の家の庭に土足で毎日入り込んできているんです。そのような緊迫した国境警備に海上保安庁の隊員の皆さんは当たってくれています。今回の選挙戦でどうか浅井健太郎に皆さんの投票という力を与えていただいて、海上保安庁の皆さんに力として届けたいんです。国民の皆さんがしっかりとこの国を守る、その意識を、その覚悟を強めて今回の選挙戦臨んでいただきたい、そのような思いです。我々自民党の公約集の第1章に来ているのは外交安全保障なんです。今もう一度この選挙戦で皆さんにお訴えしたいのは、この国を守る、自分たちの国は自分たちで守るんだ、この意識を、この覚悟を強めなければならない、まさにそういった時代に入ってきたんです。我々自由民主党は責任政党としてこの国を守り、未来を作る、これをお約束をさせていただきました。どうか皆さん、この東京選挙区34人候補者が立候補しています。この国を守れるのはどの候補者なのか、皆さんからいただいたその一票という力を国を守るために使える候補者は誰なのか、そういった観点で選んでいただきたいと思います。浅井健太郎は必ずこの国を守り、未来を作る、その仕事をする、これを約束したいと思います。岸田政権を支える一人として全力でこの残り1週間戦ってまいりますので、どうか皆さん浅井健太郎に力を与えてください。一つだけ、34人の候補者で誰にも負けないポイントを皆さんにお伝えします。連日
35度を超える中、我々こうやって街頭演説続けてます。朝日健太郎はもともとビーチバレー選手ですよ。40度超えの中で20年間戦ってきた人間なんです。こんな暑さには負けない、絶対に負けない、この候補者朝日健太郎、どうか皆さん朝日健太郎に力を、大きな大きな力をよろしくよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ただいまのお伝えは、東京選挙区から2期目の挑戦をいたしております、朝日健太郎のお伝えでございました。どうか最後まで朝日健太郎とよろしくお願いを申し上げます。この朝日健太郎に応援に駆けつけていただきました内閣総理大臣、自民党総裁、岸田総裁より皆様にお伝えです。よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは、ご紹介に預かりました自由民主党総裁岸田文雄です。第26回参議院選挙、この夏の一大政治決戦もいよいよ残すところ1週間となりました。今日はラストサンデー、多くの皆様方にご協力をいただきながら、私たち自民党がきちんと誇りを持って公認をしている朝日健太郎さん、ぜひ大激戦区東京、34人の候補者がひしめき合う激戦区東京、この東京の選挙区において、ぜひ朝日健太郎さんを押し上げていただきたい。ぜひそれを皆さん方に直接申し上げさせていただきたい、そうした思いで駆けつけさせていただきました。朝日健太郎さん、今度ね2期目への挑戦ということになるわけですが、今皆さんにも本人の熱い思いを聞いていただきました。私もその思いを聞いて、いまして、朝日さん、この6年間で本当に政策の幅を広げた素晴らしい活躍をしてきたということを強く感じておりました。もともとご案内の通り、バレーボールの日本代表ビーチバレーには、2度このオリンピックに、参加をしていると、このスポーツというイメージの強い朝日健太郎さんですが、事実この東京オリンピックパラリンピックを成功させ素晴らしいレガシーを残した朝日健太郎さんではありますが、それに加えてこの6年間本当に幅広い活躍を続けてきた。今本人の言葉の中にもありました、例えば、国土交通大臣政務官、国土交通省という仕事、建設もあれば運輸もあれば海上保安庁もあれば幅広い役所ですが、その中にあっても特に国土強靭化、防災減災については熱い思いを持って取り組んだ。昨年の熱海の土砂災害、ちょうど今日が1年目に当たると聞いています。改めて多くの方々が亡くなられたこのことに、お悔やみを申し上げ、お見舞いを申し上げる次第ですが、この熱海の土砂災害の際にも国土交通大臣政務官として真っ先に現場に駆けつけ、そして被災された方々に心寄り添い、そして行方不明者を探し、そして被害の復旧に当たった、こうした朝日健太郎さんでありました。そしてその後も自民党の 国土交通部会において副部会長として活躍をし、この熱海の土砂災害を教訓として、森の夜この土砂災害を防ぐ法律の制定に関わった、こうした朝日健太郎さんでありました。今や自民党において国土強靭化、防災減災、このエキスパートとして誰もが評価する朝日健太郎さん、この首都東京においても大きな災害に対する不安、多くの皆さんが持っておられるかと思います。こうした皆さんの気持ちにもしっかり寄り添って、国土強靭化、防災減災にしっかりと取り組んでいくことができる朝日健太郎さんです。また朝日さんは
今まだ40代、2人のお子さんの子育て真っ盛りだと聞いています。この子ども子育て政策においてもこの6年間、深く関わってきました。今政府においては先の国会において子ども家庭庁という子ども政策の司令塔を作る法案を成立をさせ、この子ども家庭庁を中心にこの社会に子ども政策 を真ん中に、据えて政策を進めていく、まあ、こういった取り組みを進めています。今年の4月から不妊治療についても保険適用がスタートしました。またこの出産一時金についても大幅増額を図って、皆さんが安心して妊娠出産ができるこうした体制を作っている。また子どもの様々な課題、ヤングケアラーであったり、あるいはいじめ問題であったり、こうした課題についてもしっかり取り組んでいく、こうした政策を進めているわけですが、こうした取り組みにおいても朝日健太郎さん、まあ、中心になって取り組んできた、こうした6年間でありました。それ以外にも今本人からあったようにスタートアップをはじめとする日本の経済のこの再起動に向けてもさまざまな取り組みを進めてきた朝日健太郎さん、間違いなく皆さん、都民の皆さんのこの安心安全あるいは暮らしを守るために実際に政策を結果にできる存在として大いに活躍が期待されるこの朝日健太郎さん、ぜひ皆さんの力でこの大激戦区東京選挙区勝ち抜かしていただきますよう、自民党総裁として改めて心からお願いを申し上げる次第です。そして朝日健太郎さんと共に立ち向かっていかなければいけない様々な課題、国の内外に反省をしています。言ってみるならば歴史を隠すような課題に私たちは直面をしている。新型コロナとの戦いについても私も政権を担わせていただいてから真っ先に最重点対策として取り組んできた新型コロナ対策でありますが、医療提供体制あるいは病床の確保、ワクチン、治療薬、検査、まあ、こうした体制の充実、まあ、こうした取り組みを進め、そして多くのこの県民、都民の皆さんのお力添えもいただきながら、ワクチンの接種についても3回目接種、日本は今全国で 60% を超える接種率、そして高齢者の方々は 90% の接種率を示すことができている。これは G7 でもトップクラスの接種率を示す、まあ、こうした取り組みを進めてきました。まあ、こうしたことによって先日私たちの国は3年ぶりに行動制限のないゴールデンウィークを過ごすことができました。こうした取り組みをしっかりと進めていくわけですが、しかしまだまだ油断することはできない。最大の警戒を維持しながら、医療提供体制等はしっかりと維持しながら、一歩一歩経済社会活動をこの取り戻していく、こうした戦いを進めていかなければいけない。こうした浅草をはじめとする観光の分野においても、先月から私たちの国は外国人の観光客の受け入れをスタートしました。今後も感染状況をしっかりと注視しながら、全国規模のこの観光、需要喚起策を展開していく、こういった取り組みを浅井さんと共に進めていかなければならないと思っています。また国の外においても私たちは今平和の秩序を揺るがされるような大きな事態に直面をしています。ロシアによるウクライナ侵略、こうした暴挙はヨーロッパのみならずアジアを含め世界のどんなところでも許してはならないということで、国際社会と協力をしながらこうした暴挙にはコストが伴う、大きな代償が伴うということを示さなければいけないということで、ロシアに対する厳しい制裁とウクライナに対する支援を行っているわけですが、私も先日 G7 サミット、さらにはマドリードで開催された欧米30カ国が参加する NATO サミットに日本の総理大臣として
初めて出席をしてきましたが、こうした議論の中で平和を守るために国際社会が協力をしなければいけない、こうしたことを確認するとともに、例えば G7 のサミットにおいては、今ロシアによるウクライナ侵略によって世界規模で物価高騰が引き起こされている、石油をはじめとするさまざまなものの価格が引き上がっている、こうした世界的な物価高騰にも世界が協力をして、それぞれの国民の暮らしを守っていく連携を深めていく、こうしたことも確認をしてきました。例えば今世界で高騰している石油の価格についても、ロシア産のこの石油については今の価格の約半分程度に上限を定めて、それ以上では国際社会は買わない、買わせない、こういった仕組みを国際社会で作っていく、こうした合意に至りました。また今食糧危機、ウクライナ、世界の食糧庫といわれるウクライナから小麦をはじめとする穀物が世界に輸出されない、ロシアの妨害によって輸出されない、このことによって世界的な食料の価格高騰、そして食料危機が生じている、これに対しても国際社会が協力をしてウクライナの穀物を世界に輸出するの取り組みを後押ししていこうということで、日本もウクライナの穀物この貯蔵のためのさまざまな支援を行っていく、こういったことも確認をしてきた、こうしたことであります。このように世界の平和を守る、そして世界の物価高騰にしっかりと向き合っていく国際協力を確認してきたわけですが、何といっても日本国内で今現在東京都民の皆さん、そして日本国民の皆さんがさまざまなものの価格高騰によって苦しんでいる、そして将来に不安を抱いている、このことについては日本政府が責任をしっかりと担って万全の物価対策を講じていかなければいけない、こういったことであると私は思っています。だからこそ今政府においては物価賃金生活総合対策本部を立ち上げて、私自身が本部長になって日本の物価高騰、エネルギー、あるいは食料品に特化しているこの物価高騰の要因がその2つに特に集中している、こういった特徴に鑑みて、この2つの分野にピンポイントで政策を動員しなければいけないということで、ガソリン、電気、小麦、飼料、こうした価格高騰を抑制する対策、さらにはパン、肉、麺、こういった食料品の価格高騰抑制策、さらにはこの農林水産業の飼料、肥料ということを考えましても、肥料のこの価格高騰、コスト高の7割を国が補填をする、こうした新しい支援金を用意するなど、エネルギーと食料に特化した対策をしっかりと用意をする、さらにはこうした物価高騰の事情は東京をはじめ地方それぞれ事情は様々、皆さんのニーズは様々ということでありますから、国で1兆円の予算を用意して地域にしっかりとこの適合した対策、給食費の支援ですとか公共料金の支援ですとか、困っている方には直接給付金を支給するとか、1兆円の予算を用意して地方で万全の物価高騰対策を行ってもらう、こうした取り組みも今進めています。さらにはこの1兆円、この今後の状況次第によってはもっと上乗せすることも考えるということで、 5.5 兆円の予備費を政府は用意をして物価高騰対策万全を期していく、こうした体制をとっていく、これがこの物価高騰に対する政府のこの国内外における取り組みのありようです。ぜひこうした対策をしっかり講ずることによって、朝日健太郎さんとともに皆さんの暮らしを守ってまいります。そしてこうした対策の先に日本の経済、東京都の明日を切り開いていかなければなりません。その際に物価も高騰しているわけですから、何よりも皆さんの賃金を引き上げなければいけない、こうした取り組みを政府としても昨年来続けてきました。政府として呼び水となる政策、
賃上げ税制ですとか、あるいは看護、介護、保育といった法的に決まる賃金の引き上げですとか、こうしたこの中小企業においても補助金、あるいは公共調達において賃上げに積極的な企業を優遇するなど、さまざまな予備率とする政策を用意して、これを民間に広げる努力、これを今日まで続けてきました。結果として今年の春闘、コロナから回復した企業においては賃上げ 3% 以上、そして全業種平均でも 2% を超える賃上げを示すことができた。これはこの20年間で2番目に高い。皆さんの夏のボーナスも平均で6万円引き上げ、これが確定をいたしました。こうした政府が呼び水となって民間の賃上げにつなげていく、こうした賃上げをこれからもしっかり持続させていくためにも、一方で経済の成長を考えなければいけないということで、この気候変動一つとっても10年間で150兆円のこの経済成長へ向けての官民投資を用意する、こうしたことをもって皆さんの賃金を引き続き持続的に引き上げていく、こうした取り組みを進めていく、こうしたこの経済政策を進めていきたいと思っています。そして今日皆さん方に申し上げたいのは、朝日健太郎さんを応援する中でこうした課題を乗り越え、そして明日を切り開くことができる政党はどこなのか、できる候補者は誰なのか、これをこの夏の一大決戦、参議院選挙において皆さんに選び取っていただかなければいけないということであります。私たちはこうした明日を、東京都の未来を切り開いていくことができるのは朝日健太郎しかいないと確信をして皆様方にお願いをさせていただいております。いよいよあと1週間この終盤戦を迎える一大決戦、この世界、日本最大のこの激戦区であります東京選挙区において、ぜひ大切な朝日健太郎さん、皆さんの力で押し上げていただきますよう、自由民主党総裁岸田文雄から心からお願い申し上げて応援の弁当いたします。どうか皆さん朝日健太郎よろしくお願いいたします。ありがとうございました。文雄自民党総裁からのお伝えでございました。どうか朝日健太郎と最後まで応援のほどよろしくお願いを申し上げます。それでは最後に皆様と一緒に活動コールを行わせていただきたいと思います。活動コールは地元の台東区議会議員岡田雄一郎自民党台東総支部青年部長よりお願いを申し上げます。ご指名いただきました岡田でございます。私の方で朝日健太郎立証を記念いたしまして、皆様のお力を借りながら頑張ろうコールをさせていただきたいと思います。まずは皆様両足を肩幅に開いていただき、左手を腰に当ててください。そして天高く頑張ろうと叫んでいただければと思います。それでは参ります。朝日健太郎の一生を目指して頑張ろう。